のアクシスタックルを超絶技巧で嘲笑う久保建英。ジャンピング両足タックルをしてきた中国に対し、確認した久保は左足先でワンタッチして、股抜きを成功させると、お次はジャンプでタックルを回避。相手選手を完全に置き去りにした。変態やん。これはエロい。すげえよな。足に行っていない中国選手のタックルに対して、ボールは股を通し自分は飛び越えて無効化しちゃうんだから。いらない怪我をしないのも技術なんやな。アニメかよ。竹には一体何がどう見えてるの？エグすぎ。相手が取りに来る守備をしてくる時の後出しじゃんけんみたいなドリブルが得意って言ってた理由がわかる。全然ボールに行ってないから完全に潰しに来てたなこれ。両足で来るとか小野伸二を思い出してガクブルする。ジャンピング削り危なすぎだろ。このチャイニーズ、ボール無視して完全に足に行ってるね。久保が怪我しなくてよかったよ。まあラリーガはもっと悪質なタックルを久保にお見舞いしてるからこのタックルに関してはなんとも思わん。久保も慣れてるから避ける前提で抜きに来てるし。イチズヤの後で自己嫌悪を思い出した。